さあ始まりました、少量チャンネル。さて今日は何について。今日はまず質問をいろいろしていただいてありがとうございました。ありがとうございます。それは次の動画、ね、たくさんいただいてるので、改めてね、その動画は撮りたいと思いますが、今回は、僕たちが出会ってから、パートナーシップ先生をするまでの経緯というか、なんでパートナーシップをそもそもね、なんでしようと思ったのかみたいな話ができたらなと思っています。出会ったのは？出会ったのは、もう出て俺が21とか22ぐらいの時だよね。であって、それこそで前もちょっとね話したんですけど、SNS がきっかけで連絡を取るようになって、でそれからね、最初はね遊ぼうよみたいな、そんな感じで、遊ぶようになって、いろいろ行ったよね。カラオケ行ったりとか飲みに行ったりとか、飲みに行ったし、IKEA に家具見に行ったし、一緒に住んだ。ホットドッグ食べたね。あ、ホットドッグも食べた。そう。IKEA ね、立川のね。そう。とか、なんだかんだしてて、その中でね。ちょっとカメラ直すね。で、ちょっと付き合おうかみたいな話になって、俺からだよね、付き合ってくださいって言ったのは。でそういう風になって、で一緒に、そうで、もともと僕は武蔵野市に住んでたんですよね。武蔵野市に住んでて、で中野区に引っ越しをしますっていうタイミングがあって、でその時にね、じゃあ翔太も一緒に住もうってことになって2人で同棲を始めたんですけど、まだねその2人で住み始めた時はね、中野区はパートナーシップ先生ができる制度なかったんだよね。なかった。でなんかその時の時期的に、なんかそういう男同士のなんか恋愛ドラマとかも結構、多かったよね。多かった。隣の家族は青く見えるっていう、そう深田恭子さんがね主演のドラマで、その中でその同性カップル、綿作、そう、あの西島さんと、西島、違う、あ、真島さんだ。真島さん、そう間違った。真島さんと北村匠海さん、そうがイケメンね。そのカップルがいて、ね、なんか見ててちょうど僕が20代前半で、こっちが20代、真島さんがね30代後半の役の設定で、年の差カップルだったんだよね。そう、それがちょうど僕らに合ってった。なんか内田を見てるわけじゃないけど、なんかちょっと共感する部分がものすごくあったよね。あった、重なったね。でドラマの中で最終的に最終話でね、あの2人がパートナー、その2人は世田谷区に住んでるって設定だったんですけど、その世田谷区でパートナーシップ先生をするっていう、ドラマのね、あってね、いいな。なんかそう、その時はその時になんかちょっと意識し始めたよね、そのドラマを見て。だいぶ大きかったと思う、僕らにとって。やっぱりそうやって形に残せるものがあるのっていいなって思って、でも僕らが住んでるところはまだなかったから、まださっきも言ったんですけど、そのドラマを見てる時は中野区はまだその制度がなくて、まだそのパートナーシップ先生ができるっていう話もなくて、だからね2人で世田谷区に引っ越すみたいなね、そう話ももうしてたりとかしてけど、
今回っていうかね。そしたらあの中野くんが、うん、あのパートナーシップ先生をするっていう話がタイミングだよね。タイミングよく出てきて、うん、じゃあやるみたいなそうね、うん、うん、っていう話だよ ね、 だね。本当にタイミング良かったよね。良かった、うんうん、なんか意識し始めたっていうのもあるし、うん、その中野くんがその先生ができるっていう、うん、あのまあ、体制が整ったというかね、うん、そういうのも重なって、うん、そうそう、うん、ね、だからね、だからあのすんごいそのなんていうの、うん、どうしてそのパートナーシップ組んだんですか、うんうん、とか言われてすんごいなんかなんだろうね、思いっきりなんかなんていうのかな、何何どうでっていう理由はそんなにないけど、うんうん、でもなんかやっぱり一緒の人なので、うん、そうやっぱりなんか一緒にいてやっぱ年取ってっていうのを考えると、うんうん、あのやっぱりそういう、うん、まあ、法律的には、まあ、やっぱり日本はまだあのそういう制度がないので、うん、あのなんていうのかな、うん、あの難しいところは、うん、まだまだ、うん、あるんですけど、うん、まあ、パートナーシップ先生でも、うん、あのそういう制度があるおかげで、うん、まあ周りの人にね、うん、あの理解してもらいやすいとか、なんかいざ何かあった時に、うん、あの証明できるとか、あの中野区でパートナーシップ先生を したことでやっぱりそういう証明書、うん、みたいなのもいただいてるので、あの別の自治体で ね、うん、パートナーシップ先生された方もなんかいただいてるとは思うんですけど、うん、まあ、なんかそういうのがあることでね、うん、そう、うん、いざ入院しました、うん、あの怪我しました、うん、なんか行方不明になりました、うん、なんか分かんないけどなんかそういう事件に巻き込まれましたとかね、あった時に、うん、まあでもそう、まあそれに関してもなんだっけ、できるのではないかみたいな、以前あの、うん、あの何動画、うん、パートナーシップについてのお話はしたので、うん、そのやつを見ていただければと思うんですけど、うん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 、まあこんな感じですこんな感じです、うん、うん、だからまあ、うん、なんでまあパートナー性パートなんかイントネーションがおかしかった、うん、パートナーシップ先生をしたかっていう経緯については今みたいな感じだよね。そんな感じ、うんうん、まずはドラマを見てたので意識し始めた、うん、そうだね、まあ、タイミングよく中野くんがそういう制度ができたみたいなね。結構この話結構聞かれるから、うん、だからもうそうなんでしたのって言われた時に、うん、すんごい考えるんだけどでもなんかよく聞くじゃん、あの、うん、男女のカップルでも、うん、あの結婚ってなんでしようと思ったのみたいな、やっぱタイミングみたいなよく話は聞くから、なんかうちらもまあタイミングだよね。そうで、うん、うん、それによってなんか何が変わったっていうのはなんか大きいものはそこまでないけど、うん、一緒にずっと住んでたから、うんうんうん、だけどやっぱ気持ち的にはだいぶ違うんじゃないかなって思うよね、うん、やっぱ気持ちの意識の問題とかね、うん、そういうのあるよね、うん、っていうその話もね、なんかちょっと前回話したとは思うんですけどね、うんうん、近くない？はい、っていう感じで、はい、今回はここまでです。で、次回は質問のねをお伝えできればなと思います、はい、思います。ちゃんとメモ取ってね、うん、こういう質問が来たっていうメモを取って、うんうんうん、できる限り答えれる、うん、っていう感じで、はい、じゃあまたはい、じゃあよければ、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまた。